さんこんにちは、のっそいさんぽろぽりちゃんでございます。本日は誰もが知ってる動物ゾウについて紹介させていただきたいと思います。知ってるようで意外と知らない動物かと思います。ピーターも知ってる、生息地域かぶってるけど、ね、はい、じゃあそれでは皆さんどうぞご覧ください。誰もが知っている大きくて賢い、そして雄大な姿が世界中で人気のゾウ。そのゾウも大きく分けると3種類に分けられます。さあ皆さん見ていきますよ。アフリカゾウ、もしくはサバンナゾウと言われています。陸上の哺乳類としては最大。そんな巨体でもなんと時速40キロほどで走ることができるんですって。かなり迫力ある走りです。アフリカゾウといえばこの大きな耳が特徴ですが、この大きな耳はよく聞こえるだけでなく、血管を冷やして体温を下げる役割を持っています。よく耳をパタパタして仰いでる姿見ますよね。これから紹介するゾウたちはアフリカゾウと比べて耳の形が少し変化するので、耳に注目して見ていってほしいです。それでは続いていきましょう。丸耳ゾウ、もしくは森林ゾウと言われています。丸耳ゾウとサバンナゾウをまとめてアフリカゾウということもあります。サバンナゾウと違って熱帯雨林に生息しているゾウで、サバンナゾウより体が小さく可愛い丸い耳が特徴。さらに直線的な牙を持っています。ここからはアジアに住むアジアゾウたちです。アジアゾウはアフリカゾウに比べて耳が小さく、そして体も小さいのが特徴です。この子はインドゾウ、アジアゾウの中で最も数が多く分布も広いインドゾウです。メスの牙は短くてほとんど目立ちません。スマトラゾウ、インドネシアのスマトラ島に生息しています。インドゾウより少し体の色が明るいです。スリランカゾウ、もしくはセイロンゾウと呼ばれています。スリランカゾウは体の色が少し濃くて、アジアゾウの中では最大種と言われています。メスだけじゃなくてオスも牙を持たないことが多いんですって。ボルネオゾウはアジアゾウの中でも少し耳が大きく老眼だと言われています。尻尾も少し長めなのもこのゾウの特徴の一つです。さあ分類いかがでしたでしょうか。続きましては意外と知っているようで知らないゾウたちの豆知識についてです。意外な真実あるかもしれません。さあ続きましては牙についてです。先ほどの分類で少し感づいている方もいらっしゃるかと思いますが、アフリカゾウにはオスメス両方に牙がありますが、アジアゾウはあったりなかったり個体差が出ます。この牙何に使っているかというと、オス同士の喧嘩、そして穴を掘ることに使います。穴を掘って何をするかというと、塩分を含む土を食べたり木の根を食べたりします。なのでゾウのいる地域結構穴だらけだったりするんです。アフリカゾウの牙は3メートル、重さ90キロにもなることがあるそうです。でかいですね。そしてゾウの足の裏はすごく繊細にできていて、なんと30キロから40キロ先の振動を感知することができるそうです。そうやって遠くにいるゾウとコミュニケーションをとります。なんと耳からではなく足の裏から骨を伝って音を感じ取っているそうです。ゾウたちが津波の起きる1時間前に高台に避難していたという話は結構有名な話なんです。ゾウの赤ちゃん、生まれた頃にはもう100キロ120キロぐらい体重があるそうです。気になる大人の体重はメスで4トン、オスは6トンほど、大きい子は8トンぐらいまでなるそうですよ。大迫力です。そんな体重を支えている足もとても立派な足ですね。かっこいいです。そして一番の特徴はやっぱりこの鼻ですよね。上唇と一緒に細く伸びたゾウの鼻は筋肉でできていて、骨や関節はありません。正面から見るとこんな鼻をしています。鼻の頭の部分がすごく器用に動くので、小さなものを簡単に持てるんです。ちなみに遠くも持てるそうです。私崩しちゃう自信あります。さあそれでは皆さんに問題です。次のゾウは何をしているでしょう。正解は挨拶でした。人間で言ったら握手するみたいな感じで鼻を使って挨拶をするそうです。そしてゾウはとても感情的な動物で、人間のような怒りや悲しみがあるのはもちろん、焼き餅を焼いたり家族の心配をすることもあるそうです。そしてどのゾウがどの子というのがもちろん分かっているので、もし知り合いのゾウが死んでしまって死体に遭遇した時はその死を悲しむような行動をとるそうです。さあ皆
さんいかがでしたでしょうか。やっぱり日本人は象のことを象さんって呼ぶことをタイの人は分かってて必ず象さんって言ってくれてました。それが私がタイに行った時のちょっとした思いです。ねって言ったかわいい。はい、それでは皆さんグッドボタンコメントお待ちしております。さあ、当院にいない動物の説明でしたけれどもぜひ覚えていただけると嬉しいです。それでは皆さんまたお会いします。森ちゃんでした。またね。